乗ってるバッターに、ね、回ってきましたね、はい、第1打席は外のチェンジアップ右中間に運んでいます。これで4試合連続ヒット。セカンドランナー T 岡田、ファーストランナーはブランコ。東明もこれだけすぐに援護をもらえるとは思っていなかったかもしれません。まあ、ピンチを逃れた後ですからね、非常にいい回での得点、逆転ですよ ね。捉えた、センター返し。さあ T 岡田回った、クロスプレー、ボールがこぼれた。 T 岡田が帰ってきました。バッターランナー宮崎も二塁へ。田村が少し痛そう、タイミング際どかった。タイムを要求しています。田村、アウトで審判構えてましたけどね。そうでしたね、弾かれてラッキーというところですね、まず宮崎のこの絵に描いたようなピッチャー返し、素晴らしい打球ですね。 T 岡田へ、ただセンター岡田のバックホームもドンピシャでしたが、いやでもこれブロックしてますけど足も入ってますね。入ってるように見えましたが、球審はアウトで構えてましたね。アウトの雰囲気でしたけどね。で田村は完全捕球をこれアピールしたんですよね、この後アウトアウトというふうに。微妙なところでしたが、まあ、そもそも入っているようにも見えます。激しいクロスプレーでした。判定はセーフ。ここで落とした。ここで落としてますね、田村としてはアウトアウトとアピールしました。左足で T 岡田の全体重を受け止めました田村。